はあ、ロードローラーだ。はあ、止まれ。はあ、止まれ。はあ、ロードローラーだ。はあ、止まれ。止まったぜ。はあ、より止まれ。はあ、止まり続けろ。はあ、止まれ。はあ、レベルダウン。はあ、4時を過ぎてしまった。これが本当のラストだ。止まってくれ、頼む。止まれ、止まれ、止まり続ける。あー、アチムか、エッソリッチャ。あー、あー、はあ、というわけで昨日のやつクリアできなかったのは13なの9ぐらいで止まったが、はあ、ロードローラーが強力だったが、はあ、その借りをこの今日のステージで返させてもらうっつ。はあ、クラッシャーか、なかなか厄介なモンスターだが、はあ、だが俺には、はあ、ブラックマッシャー、俺の切り札にして最強のしもべ、はあ、こいつがいるっつ。はあ、さあ行くぜ、デュエル。はあ、なかなか、うん、置けるマスが限られている。うん、デッキのモンスターも少ない。うん、先方モンスターを入れるスペースがないからな。ほーい、デスカリバーナイト。まずは、なんとかしのいでいくしかないっす。はぁ、右の方は意外となんとかなる気がするんだ。はぁ、よし、ここいらに出すか。ブレイズキャノン。よし、右の方はもうデスカリバーナイトとブレイズキャノンになんとか任せておいて、クラッシャーが左から来るからな、そいつを何とかするかっていうのが結構このステージの肝だぜ。はあ、さて、あ、コストの増え方がやはり緩いな。前方がいないからだ。よし、ここだ。ガー、ジュラギの王将軍、結構このモンスターは強いんでね。が、回復を置く余裕がない分こういうステージで輝くんでね。そしてブレイザー、体力が減ってもな、ちょっとだけ不死身になれるぜ。でもそろそろやばいな。光の護風剣、一瞬です。そしてジュラギノの独自能力が敵モンスターみたいに攻撃力をアップして攻撃できるぜ。なかなかこいつが攻撃力が高いんでね。重装だが、同じ重装と殴り合えるってわけっす。ああ、いいっすよ。そしてハリケーン、私も、こいつがちょっとこのステージのある意味キーマンではあるな。はあ、もしどこかが急に発火したら、今回のイベントで配布されたやつだ。なかなか面白い能力を持っているっせ。はあ、さて、そろそろブラックマジシャンを出そうかなというとこだが、はあ、ポストが溜まったからといってすぐに出してはいけないぜ。はあ、タイミングってもんがあるからな。はあ、さあ、ぼちぼちこの辺りか。ああ、いくつ俺の切り札、ブラックマッシャー。はあ、さて、勝利のピースは徐々に揃いつつあるって。はあ、よし、右の方はな、はあ、ブレイズキャノンもよ。無事にブレイズキャノントライデントになったところで、まあ、なんとか、はあ、やってくれるだろう。そしてハリケーンの特殊能力。こいつが、はあ、このクラッシャーに対してダメな強力。そしてカオスオブドラゴン。はあ、さあ、勝利のピースは全て揃ったっす。さあ、このクラッシャーの攻撃をいかに受け切るかなんだが、はあ、ってみなよ。ガージュラギドの特殊能力。こいつは1回2回そして次、3回目3回目の攻撃でスタンにしてくるから、1回そして2回、ブラックマジャンの効果発動。次、3-3-2、そしてカーストドラゴンスーパーモエサカル対1。これでコンボで、魔法防御が下げる。そしてサウザンドンリードル。ブラックマジシャンの攻撃力とカーストドラゴンの魔法防御の低下でいいダメージ入ってるぜ。そして3回目サウザンドンリードル。いけるか。よし、クラッシャー粉砕。よし、結構ギリギリだって、ぴったりといったところだな。なかなか、いい感じにできたっす。右の方からも結構強力なアイスピッカーが来てるか、まあ、大丈夫だろう。この二人に。シャイン光のご風景に任せておけばな。はあ、さあ、問題左だ。なんと左に集中してもいいと思うし。右の方はもう勝手にやってくれるからな。はあ、さあ、来たぜ、2体目。はあ、こいつがまあこのステージのラスボス的なやつだ。
だからさっきと同じように、いやでもいいか、ちょっと術師が来てみるか。一回、あなたは一回、二枚目、して三枚目、ドローサンサンドリュー。それでジュラギドモン特集の俺か、攻撃力アップ、さらに回復もできるっていう、なかなかねえか。そしてスーパー燃え盛る大地、そしてブラックマジック。これ削っていくぜ、一回、二回、そして三回、サンサンドリードル。これで攻撃をキャンセルできる。一回、二回、サンサンドリードル。よし、撃破、クラッシャー、粉砕。そして右の方は、まあいろいろ楽しくやっているみたいだから、撤収するか、こっち。モンスター回収、任せる。なかなかこの3体、ミノはそんなにこう契約で強くなってないから、なんとかなってるみたいだな、俺の勝ちだ。13、SS ランク、このステージの最高難易度を攻略できたっす。俺の勝ちだ。そして結束の力、そしてブラックマジシャンの、俺とブラックマジシャンの結束の力。というわけでな、いい感じにできた。ちょっとロードローラーにやられた。昨日の借りを返したんじゃないか。というわけで、ちょっといろいろ交換しておくか。今回、ジュラギドがよく頑張ったんでね、この印を手に入れることで、ジュラギドをいつか強化してやりたいね。というわけで、危機契約、いよいよ大詰めだが、まだあと1日残っているからな、頑張るぜ。ちょっとなんか、あれか、こう毎日やってる方のやつ全然いじれてないから、ちょっと明日、配信とかで頑張っちゃおうかな、20ぐらい行きたいぜ。というわけで、俺はこれでターゲント。この左上のこのクラッシャー、こいつがこのステージのかなり厄介なモンスター。あれだな、こう、まず1回目、ジュラギドを特集の1回目の攻撃、そして、2回目、次の攻撃の味方をスタンにしてくるから、その攻撃に対して、この、ハリケーン師の、あなたの考えは、お見通しですよ。